ドボママです。今日はローモがこの青鬼3やっていきたいと思います。拓郎編が新しく出たよな。う、あれ、俺は一体、確か修学旅行の帰りの船で、何キャンディがさっきからめっちゃ甘えてくるんだけど、船が転落して漂流したのか。ここはどこだ。俺が助かったってことは他のみんなも無事かもしれない。はいめっちゃ甘えてくる。何はい、行きましょうか。はい、下ではカリンが呼び、じゃ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 、はい、なんだこれは。何かの本が散らばっているな。よかった、人はいそうだな。本は腐ってて読めそうにないな。ん、何かある。錆びた鍵、アイテム、ちょっとメモっていこう。こっちは外か。洞窟内にまだ見ていない部屋がありそうだし、もう少し探して捜索してみるか。洞窟内でまだイベントがなんかあるってことやな。よし、ここの中で錆びた鍵を使った。ここで鍵を使いました。このろうそくボロボロだな。昔に誰かが使ってたのだろうか。誰かが使っていた白のお札。お札、ここに住んでた人のものか。なんでこんなところに住む必要があったんだ。まあいいか、この洞窟にはもう何もなさそうだ。外に出よう。じゃあ何もないんか。外に出よう。よし、ほんまに。く、何なんだあの青い化け物は。この島は一体どうなってるんだ。ヒロシたちは無事だろうか。なんとか合流して一緒に脱出しないと。ここになんかあるぞ。鍵がかかっている。鍵か。ここは何もないよな。お札しか今持ってないもんな。鍵がかかっている。何にもなさそうか。ここは鍵がないと無理な感じか。で、何、あの化け物の地蔵か。何か邪悪な感じがして気味が悪いな。あ、ここもなんかあるやん。なんもないかな、これは。逃げろ。ああ。こっちに行ったらおるから、とりあえずこっちから行こうか。何？お賽銭箱。もうなんもない。これは逃げれるとこ？
入らへんのここマジで。ここ隠れるとこじゃん。鍵がかかっている。どこに隠れればええんじゃ。隠れるとこがなくない？あ、こっちの前に行かんと無理なんや。こっち、こっちで。なるほど。じゃあ、ここに走ってきて逃げるんやけど、結構動かんくなるんやな。出るまで。青鬼が。それが問題よな。ちなみにこっちは？あ、こっちにもあるやん。こっちでもいいんか。こっちに出てこなあかん。こ手前側におらなあかんっていうの。こっちの方が近いかな。こっちで行こうか。よし。いけ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 。いや近いんや近いんやいちいち。はいはいはい、痛い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 。いけるか。もう怖いわ。もう嫌やわ一人ですの。ほんま。セーフ、イエーイ。行かれへん。さっきの青鬼がおったところとかになんかあれちゃう。鍵が隠れとうとかちゃう。ん？井戸の底に何かある。よーし、倉庫の鍵。倉庫の鍵。札を貼るとこもどっかあるんかもしれん。ここっぽいな、そこ。隠れるとこか。なんもない。ここも隠れるとこか。あ、これ階段落ちたらなんかあるっぽい感じ。あ、これ行かれへんやん。落ちなあかんの。怖っ。落ちなあかんの、マジで。え？ちゃん、落ちることもできへん。え、なんで？なんなん？水がある？水になっとんや。どうせしたらいいんやろ。戻るしかない。何かをしたらそこに入れるんか。鍵もかかったもんな。お札を神社のとこで、神社のとこで、ここはメニュー、アイテム。ここでは使えない。どっかに貼り付ける。お賽銭か神社のとこが、ここでは使えない。どうか。ここでは使えない。見てみ、これに貼り付けたらあかんの。完全に迷った。ここじゃないし、祠？え？あ、なんかあった、なんかあった。スノーケルを手に入れた。あ、これでいけるんや、あそこに。よーし、スノーケルを手に入れたぞ。
いやーもう最悪。もう、もしかしたらまた出てくるかもしれんけど。出てこないで。おい、来た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 、よかったよかった。ここでメニュー、アイテム、シュノーケ、よし、装着。え？何？水の中を移動できるようになった。おお。ちなみにここは赤の穴の開いたと。この辺で一回。あ、セーブできんのか。なんかおるやん、完全に。なんかおるやん。ちょっと、閉じれへんの、これ。なんかおるやん。完全になんかおるよな。え？これは見といた方がええん。閉じる前に。いやー、大丈夫。やっぱり閉じとけよかったー、もう。そうか。よし。めっちゃ泡出てきたよ。これ以上は水流は強すぎて通れない。え、マジで？じゃあどうしたらいいん？ここにお札とか無理か。え、どうしたらいいん？これ以上行かれへん。どっかにでもお札を貼っていくんかな。どっかに鍵がまだ隠れとんやろか。ないやんな。あ、なんかさ、部屋があったやん。あそこもしかして。ここで。ここでは使えない。最悪の、ふざけんとってよ。まだ開いとる。最低。もうほんま信じられへん。もうほんまに信じられへん。もうほんま知らんで。まだ開いとるで。もうほんまわかるで。めっちゃ聞こえとったで。いや、ほんまわかるで。それだけ言いに来た。最悪。ほんま最低。じゃあ、アディー。あ、じゃあ、ほんま怒るぞ。なんだあのおっさん。ないやん。ちょっとヒントを見ようか。どこかに倉庫があったの。でもその奥に何かないだろうか。例えば、そういえばあの化け物を追いかけるときはすごい地響きがするな。あの力と体重は何かに使えない。はぁ？わからん。ちょっと何もないのでもう一回戻りたいと思います。ハルトークも。普通に食べられたし、前に来たらやられてしまう。裏庭の鍵？裏庭の鍵って、あー、さっきのとこや。あー、あー、最悪、裏庭の鍵手に入れたのに。よーし、
これは何かの装置のようだが作動してない。ダメだ、俺の体重じゃ軽すぎてスイッチが押せないみたい。あー、ここに連れてくるってこと。マジで。というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。親子で同じことせんとってくれる、ほんま信じられ。はい、この動画少しでもよかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくね。バイバーイ。